どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、よしみつです。ということで今回もメトロ2033リメイク版をね、続きやっていきたいと思います。ブルボンと一緒にね、ちょっと化け物退治しながら、マーケット一家で来ましたよというところですね。じゃあ続けますよ。今すぐ武器をしまえ。お前は誰だ。危険者を抜けたら戦闘機に保存する恐れがあるので、ガスマスクは必ず外せ。ブルボンか。おいみんな、二人を調べた方が良さそうだ。で、皆さんよ、今度は何を運んでるんだ。そしたら誰だ。どうだろう、ボス。お互いうまくやれると思うんだが。よし、話は向こうでしよう。そうね。お前らはこいつから目を離すな。いや、テロリスト。動くな。じっとしてろ、お前に言ってるんだ。え、俺すいません。あ、一気ゲット。それとももう少し奴らと一緒にいたいのか。嫌です、嫌です。おい、言葉に気をつけろ。何の声。最悪の状況だ。メイカーの連中に返済なんてできやしね。このまま奴らが嘘を…鍵閉まってるのはどんだけか。しかし見たんだ、違うだと。敵の偵察員だとしたら防衛隊長がバレてしまうじゃないか。あの戦争の中で焼けた電車が残っている。一年前に映像を見た時、中にはクロコゲの死体が。何が揃ってるという割には、どうでもいいような話だ。あまりそんな何でも揃ってるイメージというか感覚がないな。トンネルの屋根が崩れて、さて犯罪はいけないな。よし、ここに弾薬がある。フィルターを2個手に入れてこい。考えがある。俺はある人物と話をしに、バーで待ち合わせるか、俺がお前を見つけてやるさ。じゃあ行け。5分はかかるはずだ。急ごう、移動しろ。いいお店屋さんじゃない。ちょっとそこら辺はあさって。いや、彼女は俺とキノコを摘みに行く約束だ。このロケでなし。でね、ちょっと自分的にね、メトロは一回りうるさいから。前回、前々回の、まあ3本前の動画ですか、ちょっとね、あんまり声出てないんで、マイクの方にちょっと上げました。で、おめでとう。ママとパパ、どちら？お酒でお金を使いたくない。小さな兵士か？お前にだけで武器でお金を取るかわかんないかな。何しに来た？移動しろ。何しに来た？フィルターどこ行く？ちょっぴりの贅沢はいかが？いらっしゃい。見てたよ。弾薬一発でハンターたちの話をしてやろう。ママは少しもくれないの？ワイヤー、いやいやいや、お店がいっぱいあるから。いいから教えてよ。うわぁ、豚の頭が。ユータンと捕まっちゃうんだ。そしたら脳みそを食べられて自分もミュータンとなっちゃう。そして友達を見かけると近寄ってきて、グワーって脳みそを食べちゃうのさ。うわぁ、かっこいい。かっこいいのか。かっこよくはないんじゃないか。このナイフを見てみろ。肉もキノコも切れんぞ。肉とキノコの硬さ違うだろ。うん、好き
に進みましょう。スハレフスカヤから長いトンネルが近くの研究地に入ってさあ、らっしゃい。ぜひ買ってきな。ちょっと待って、フィルター2個変えたんだよ。間違えた、買いすぎた。ナイフ、ヒゲも剃れるんだぜ。一番バランスがいいナイフだ。ちょっと待って、いいレートだ。ギアをちょっと見よう。これね、ショットガンが2個あるから別に。あー、好きにしろ。ジャンブラー、勝手打ってみな。これ今持ってるやつだよね。いい銃だよ。後悔はさせないぜ。リボルバーを買い直したい。持っていきな。最後の一つだよ。そら、勝手打ってみな。いいレートだ。終了で、あんまりね、いい武器売ってないね。選択して、うわ、ハンドグレネード、ターゲットを粉々にできるぜ。ドカーン、全て解決さ。ナイフをちょっと切れ味なら一番だぜ。どこかな。で、人間も取れるんだぜ。ナイフ安いな。1なんだね。とかは拾えそうな気がするから。決まりだ。席が出た。オッケー、いいんじゃないか。さて、フィルターも買ったことです。戻るよ。レトロで一番の交換レートだぞ。さあ、よし。行き先が出るからね。いいよね。その経験者から聞いたのに、敵はクレムリンを壊したくなかったし、だから特殊な生物兵器を使ったんだと。さて、ここの人間と話はつけた。欲の顔の突っ張った野郎だが、そりゃどうしようもない。よし、それじゃあ出発だ。行き方は知ってるな。これはボスは忙しい。また後で来い。これってさ、うるせろ。ちょっと待ってよ、これってさ、部屋、俺自分のアルチョムの部屋に渡ってる。有名、急ごう。うせろ。誰かうせろとか言ってるぞ。お邪魔します。ブルボンか。知らないようだな。なんだ、早く言え。今回は僕にはもう支払った。俺は何ももらってないで。熱い。まあ、通りたくないなら。まったく、あんたと取引できて光栄だよ。いいってことよ、ほんの冗談さ。全員準備しろ、ゲートが開くぞ。本気ですか、司令官。位置につけ、援護しろ。くそ、本当に嫌だよ。あの声どっかで聞いたことあるな。拾えないのかな。拾えないね。感謝する。さっさと移動しないとな。急げ坊や。あ、ショットガンの弾がない。買っとけばよかった。モスクワの廃墟を目にしたとき、僕の心中は恐怖と悲しみの両方で満たされた。だが一生を地下で過ごしてきた僕は、暗雲立ち込める空や凍てついた大地に奇妙な美しさを見出していた。ブルボンが言った。これが死の街だ。お帰り、アルチョン。変なこと言うな。
さて、続きをやっていきますよ。ただいま。お前だけガスマスクが必要じゃない？幸せそうな住人との対面だ。ストーカーと呼ばれるイカれた悪魔どもはほぼ毎日地表に姿を見せる。スクラップや弾薬など手当たり次第に探してるんだ。たまに奴らの凝った死体を見かける。ボロをまとった雪だるまのようだがな。部屋を注意深く調べろ。他にも何か見つかるかもしれん。何あれ、まだ気持ち悪い。奴らは大抵地表にアジトを作ってる用心のためだ。とにかくこの周囲をよく調べてみてくれ。予備フィルターや弾薬などの心配もなくなるだろう。そうだな、シットガンの弾がないからな。なんだこれ。おお、フィルター。うわ、何や。何これ。貪欲か。助かったぞ、友よ。何これ、気持ち悪い。よかったかな。どうの無駄だったかな。ここには内側は何もないな。おっ、いった。何がよ、いった。なんという。地上火薬するよね。びっくりしたに向かい、そこからドライ駅まで降りるんだ。そこでお別れだが、俺の AK はお前にやる約束だからな。お、早く AK よこせ。よし、俺の AK よこせ。隠れろ、ボラ。どうかしてる気は確かかい。でかっ。何あれ。気は確かか。本当に気は確かか。基本的にね、ブルモンよりは先に進む必要はなさそうである。そう、これが死の町だ。お帰り、アルジョ。うるさい。好きなこと言うな。あ、やめて。やだ、落ちる。そんな、ひどい。ついてねえぜ。ああ。迂回していけ、アルジョ。実家よ。お前のターゲットは裏庭にある通気口だ。ドライ駅まで繋がっている。俺は建物内で待つ。レンジャーのアジトが上の階にあるんだ。急げよ。それから黄ばんだ雪は食わないようにな。ふざけやがった。おお、痛い痛い。ちょっとやめて。
た。ちょっとマジかよ、もう。やばいやばいやばい。なんなのあれ、勘弁してくれよ。ちょっと早し、急ぎ足、襲われるから急ぎ足。あ、なんかこれやばそう。フィルター交換したし、まったくもうビビった。マジビビッ、マジびっくりするね。もうやめて。これ弾大変だな。フィルターのマーク出なかった今。怖いのは苦手なんだけど、どうすればいいんだ。チェック。ちょっとやめて。あれだね、ほっとけばよかったね。よし、もう一度行くぞ。もう本当によしても
あーびっくりした。ちょっと待ってくれ。いやお疲れ様でした。はい、たやめてやめて やめてくれ。治療キット治療キットを使う。やばいやばいやばい、これはやばい。どこだ。あー逆だ逆だけど敵多すぎて痛い。そいつは
銃声が。こっちの建物のやつなんだけど、あんのかな？開かないな。あれで迷子だぞ、これ。いや、怖い、怖すぎる。もういいわ、そういうトラップは。治療キットもあんまりないから、使わないで、自動回復で、いきたいと思いますけども。あ、もう怖すぎるね。怖いっていうか、ほんと、あい。ゲーム、これどうなんだろうね。FPS なんだけど、ホラーに近い気もするけど。一人っていうのがやばかったわ、もう。言った。止まれ！クソったら止まれ。どうした？ここいる？誰もいなくね？このまま移動するぞ。そうしましょう。はい、このまま。さあ、控えない。やっぱいるぞ、あそこに。少し交代の意味。少し交代の意味。よし、これは危ないな。ナイスナイス、いいぞ。まだ来るよ。まだ来るぞ。来るわ、後ろ。リロード。たま。爆マシンガン。リロード。これは弾がいくらあっても。え、危ない。
やばい、これはやばい、痛い、いやあこうなるぞ。俺だけそうなっていった。ちょっとなんで俺だけいった。ちょっと待って。痛い痛い痛い。ちょ待ってくれ。これ死ぬんじゃ。ああ。死ぬんじゃねえ。リロードされた。キグ来た。キグ来た。だけどこれ。ちょっとひどい。もうこれすぐ移動しないとダメなのかな。なかなかよ。もう行く準備してるからね。クソどもが、お前は右足がしろ。もう死にたくない。マガマシンガンの弾ならいっぱいあるぞ。使ってないから。あ、やばい、オーバーヒートしてる。いった、もういや、お先。痛い。地下に降りていきつつ、僕は街がもはや見知らぬ危険な場所になってしまったのを実感していた。メトロの暗闇の方がむしろ安心する。ブルボンの言うように、ドライ駅に友人がいるならなおさらだ。ということで、今回はここも区切りがいいのでここまでとさせていただきたいと思います。まあ2回死んじゃったけど、まあこんな感じで進めてったらいいかな。ということで、今回は最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回も見ていただけたらありがたいと思います。ではまたねー。